林富豪作釘抜き陶吉取物覚え書き、お茶漬け温度一、はい、はいはいほら来た良いところははぁ商屋よ狐よ漁師よと剣にさざめくゆうみ本八丁堀三丁目 どこの縁台では今宵後の月を褒めるほどの雅はなくともお決まりの芋栗枝豆すすきの類の供物の中に近所の若い衆が寄り合って秋たつ夜の梅雨っぽくはや四つ過ぎたのさえ忘れていた親分藤吉をはじめいつもは早寝の合点長屋の2人までがこう気を揃えてこの群れに潜んでいるのも 何がながし賃といえば賃だったが残暑の寝苦しさはまた格別これも御用筋を離れてのつれ連れと見ればそこに領意もわこうというもの夢のようなやきに看板の明かりが流れて三助役を呼ぶもみじ湯の拍子木が手に取るよう軒下の竹台に釘抜きのように曲がった両足を投げ出した目明かし藤吉 かやりの煙をうちわで追いながら、さっきから、それとなく聞き耳を立てている。長蔵家の陰にしゃがんで、指先で何かしきりに地面へ書いているのは、放火むりでよくはわからないが、古文の勘弁漢字。十三夜の月は、入れて間もない。どっと怒る笑い、ど床の親分人八と、 二組の頭、常吉との無会見で、陣八が鉄砲と庄屋の構えを取り違えたという、それがおかしいとあってやんやと生やす。その騒ぎの静まった頃、片岡町の方から、あるかなしかの風に乗って、不思議な歌声が聞こえてきた。銀の延べをビードロの棒で叩くような、それは、 この世のものとも思えない女の喉。剣の連中は気がつかないが、藤吉はぐいと一つ顎をしゃくって、来たな、という心。漢字は頷く。彦の野郎、うまくやってくれりゃえがのう。乗り出す藤吉の足元から、何親分幹事が答えた。彦のこった、大丈夫。 金の脇差し『つかず離れず見え隠れ』『かやう千鳥の淡路島しのぶこのみは』しっ『し』声は近づいてくる歌の文句ははっきりとは聞き取れないが『京女お通夜』から出てこの界隈では近頃誰でも承知の「吉街節」は「お茶漬け温度」。 文政末年土ドドイツ房戦火がドドイツを編み出すまでのその前身義子の節の直流を受けて摺りだけのふりを面白い江戸のすさびであった言葉にトゲがあるといえばあるものの根が気違い女の口ずさむ俗曲聞く人々も笑いこそすれ別に気に留めるものと手はなかった片岡町を左へ 松屋町へ出たと見えてお通夜の琵音は小学橋のあたりから転がるように途切れ途切れて尾を引いてくる「恨み数えび、家蔵取られた敵に近江屋薬かゆすりか気薬や知らねどあたきゃやつれてゆくわいな」。 あれよしこのなんだえお茶漬けさらさら一つ文句のこの小唄明け暮れこれを歌いながらお通夜は今も夜のちまたを行くしらじらとした月明かりにこもってそれはさながら冥府の歌い目の座京のよう藤吉寛治は思わず顔を見合わせた 県にも飽きてかもう縁台の人影もいつとはなしに薄れていたお江戸京橋は亀島町を中にして京女のお通夜が姿を現したのはこの年も春の初めまだ門松が取れたか取れない頃だった鳥りい傘を紅尾で閉めて荒い木鉢に日がの子の猫じゃらしという思い切ったいでたちも 競技なりゃこそそれで通って、行きずりの人も血と調子の外れた角づけだわいと振り返るまでのこと、当座は大して物見評判の的にもならずに過ぎたのだったが、ある物好きがひょいと傘の下を覗き込んで、期待の一品でげす、拝むだけで目の保養でげす、などと、 に頭を叩いいてからというものは、お通夜の名はその歌うお茶漬け温度とともに売り出してこんなバカ騒ぎ好きの下町の人々の間に声を聞かざるは三代の恥姿を見ざるは七代の不運なぞと言いはやされ美人番付の小結どころに挙げられるほどのモテ方となった。 正月のある夕暮れ、ふらっと亀島町の薬種問や大宮の前に立って、鈴を振るような声で例のし子の崩しを歌い出したというだけで、果たして、どこから来てどこへ帰るのか、またはどういう身分の女が何がもとでこうもあさましく気が狂ったのか、それらのことは一切わからなかった。わからないから謎とされ、謎となっては、 頼まれもしないに解いてみしょうというものの飛び出してくるのはこれは当たり前。それ変わらぬか地の女好きにこの探りの心が手伝って町内の若い者が三四人舞夜のように変わりあって大宮の前からお通夜の後をつけつけしたが本八丁堀を犬へ突っ切って小学橋を渡り終わると 先へ行くお通夜の姿がかき消すように消えてなくなるという怪談じみた知らせをもたらして皆しょんぼり空手で帰るのがオチだったするとまたあの小学橋の向こう詰めには寝ぼけ稲荷という祠があるからことによるとあのお通夜という女は賢賊様のお一人が仮に人体をとって お忍びに出られるのではあるまいかなどと物知り顔に並べ立てるものも出てきてこの説はかなり有力になり今まで木印だの木の字だのと呼んでいたものが急に膝を正してお通夜様と奉る始末何のことはない裏京橋の一帯が今日日はお茶漬けお通夜の話で持ちきりの形であった。 おが名高くなるにつけ一層困りだしたのが亀島町の大宮であった「風に混じって粉雪の踊る1月から金に桜の散る弥生青葉若葉のさつきも過ぎてカツオの走る梅雨晴れ時夏に入って夏も多い9月も今日で13日という声を聞いてば」。 長いようで短いのがかげろうの命と厚さざかりと一えまで秋はしめやかに這いよっているが半年にも余るこの間降っても照っても大宮の前にお通夜の姿を見ない日はなかった日もそぼそぼと暮れ方になるとどこからともなくよろばい出てくるお通夜は毎日決まって大宮の角近く立ってた。 さて、天のなせる喉に修練の枯れを見せて、雪し昔の節珍しく、声高々と歌い出る。恨み数えび、家倉取られた。仇に大宮、薬かゆすりか、気ぐすりゃ知らねど、あたきゃやつれてゆくはいな。あれ、よしこのなんだえ、お茶漬けさらさら。 あれよしこの何代お茶漬けさらさら浮いた調子の弾むにつれてお通夜の頬に「べにものれば道行く人の足も止まる」大宮は実に気が気でなかった「家蔵取られた敵に大宮」の大宮は権現様と一緒に大海の国から投下して13代亀島町に伝わるれっきとした気薬の老舗である。 たかがいささかはめの緩んだ流し物風情の小唄取り上げてかれこれ言うがものもあるまいと大宮では初めのうちは相手にならずにいはいたもののこっちはこれで済むとしてもそれでは済まないというわけはそこに世間の口の葉ともうすうるさいとなしの関所がある大宮は慌てだした。 慌てておっても去りはしない。おひねりをけんずればじろりと流し目に見るばかり。また一段と声張り上げて。恨み、数えび、家倉取られた。仇に大宮、あれ、よしこのなんだえ、お茶漬けさらあさら。大宮は、ほとほと講じ果ててしまった。これが、毎日のことだった。 おつやの歌うのはお茶漬け温度のこの文句に決まっていた立つところは大宮の前に限られていたそしてそれがものの十月近くも続いたのである上がり込んで動かないというのでもないしそれに狂気女の寝なし事だから表沙汰にするのも大人げないとあって大宮は出るところへも出られず見て見ぬふり 聞,いて聞かぬ心でもてあましているうちにお通夜は誰彼の差別なく行く人のたもとを抑えてはこんなことを口走るようになった「あれミシャンセこの大宮さんはあたきの店でござんす」なに。何証文そんなものは知りませんが。 家屋敷ならば三つ並ぶ土蔵の構え、のれんから地所までそっくり抜いて取られました。はあ、あたきのじいさまの代に、ここの先代という人にうまうまいっぱいはめられて、はあ、悔しい、悔しい。お返し、およこしい、ぬすっと語り、お返しったらお返し。 お店からお得意までそのままつけて返すがいいのさあれよしこのなんだえお茶漬けさらさら <laughs> <laughs> あとはおおらかな歌声にかわって「恨み数えび」とまたも始めるこうなると放ってはおかれないまず 真っ先に騒ぎ出したのがお通夜の話に出てくる塔の先代なる大宮の隠居であったさんざん考えあぐんだ末生優しい兵法ではいけないと見てお通夜の影を認め次第つぶての雨を降らせるようにと番頭小僧へ言命を下しておいたがその結果は小石の集まる真ん中でお通夜をして 唯一得意のお茶漬けさらさらをやらせるに止まり、弦の見えないことをおびただしかった。大宮にしたところで、商売がたきもあれば憎み手もある。この根も葉もない京女の言い草にさえ、火のないところに煙は立たぬとかなんとか取り立てて、早くもケチをつけにかからんずもよう。さらぬだに口さがない江戸の雀、大宮はやっきになりだしたが。 それにもまして、おつやは、腕、いや、口によりをかけて、あらぬ、ぷんをもらし始めるという、ここもと大宮、かたや、おおみや、かたや、おつやの、またとない、とりくみとなった、あるひのこと。そのあるひ、ゆしまのほうへ、よたしに行った帰りを、おおみやの前へさしかかったのが、はっちょぼりにしゅぶさをあずかるがって、ながやのく抜ぬきときち。いきなり、 横合いから飛び出して、あいみじんの袖をつかんだのは、言わずと知れたお茶漬け温度でときめくおつや。あれ、みじゃんせ、この大宮さんはあたきの店でござんす。言いかけたおつやの顔を、藤吉は、傘を跳ね上げてじーっと見据えた。と、どうしたものか、おつやは後を濁して、藤吉の袖を離すと、 きか,かかったおたなものらしい一人へ歩みを寄せてあれみしゃんせと始めたがこのことあって以来藤吉親分はお通夜の狂気ぶりへそれとなく目を光らせるようになっていったあれから純実その間に簡便漢字に弔い彦兵衛の二人の子分がつけたり巻かれたりたたいたり 洗えるだけのことは洗ってきたが今宵の明月をしように今度こそは居所なりと突き止めようとさてこそ彦兵衛が置くの手お跡鍵鍵流の忍びの尾行となったのだった明けを急ぐか夏の夜は早くふけるお茶漬け温度の流しも消えてどこかの軒に入れ忘れた風鈴が鳴る頃 川を隔てた寝ぼけ稲荷の方にあたって、ケントンウリの呼び声が微風になびいていた。親分えおう、カンアニーモか。彦兵衛が帰ってきた。縁台を離れて、藤吉もどぶ板の上にうずくまった。三人首を集めて訂正の話に移った。その話が済んだとき。やるべえ。 東吉がが立ち上がった。ーー「おうさ当たるだけ当たってみよしょう」二人とも立った十三夜は満ちて間もないその月がすめばすむほど物の影は暗くもなろう真っ黒な三つの塊が川の地形に跡を踏んで牛虎の角へ動いていったのはあれでかれこれ九つに近かった。 通うど鳥のしま、島忍ぶ好みの夜こめて後ろの影がうなった前なる影が振り向いた「かん、わらは常から口が多いぞ」「へい」「ちょうを細川越中の下屋敷へ抜けようとする一角が神田いち。 そこに、いかにも不元者らしい造りがあって、近所の人は一口に、隠語御殿と呼んでいるが、これこそ、隠語家主が通名の大家、九兵衛が住まい。ここへ、お茶漬けお通夜が、大宮をいじめた帰り、舞夜のように立ち回ることを見極めたのは、確かに、 弔い彦兵がくず会のいの広もであった。「だから陰語がたたっていまだに独身の五十男九兵衛が女の狂っているのをいいことにしてそれこそお茶漬け一杯で釣っておき明日にも自分が表から乗り込んでいって大宮の心情を取り返してやると言いながらあはよくば おつやの体をものにしようと企んでいることは八丁堀には当の昔に分かっていたこの久兵衛とお通夜とどういうかかり合いにあるのかなどと改めて四角ばるのは野暮の骨頂で片方が気違いのことだ順序も系統もあったものではないただ大宮攻めに油の乗り出したふた月ほど前に 大宮の門口にに現れた時と同じよう「お通夜の方からぶらりと陰号御殿へ舞い込んだというだけのこと」「有名な美人の享女がこう思いがけなく飛び込んできたばかりかあなたの口から大宮へ全資産引き渡しの件を掛け合ってくれと泣いて頼んで動かないのだから陰号久兵衛触手むらむらと動いて越に行ってしまった」 二つ返事で受けがってお茶漬けを出すと実によく食べった。その後で手を出すと、どっこいこの方はそう安くは参らなかった。が、逃げられるほど追いたくなるのがこの道の人情とやら、ことには何しろきの字のこと、まあ、せえてはことをしんじる。気長に待ってとっちめようと、それからというものを、九兵衛は、 毎晩おつやを引き入れてお茶漬けを食わせて口説いてみるがおつやは大宮のことを頼む一方狂気ながらも土壇場へ来るとうまくさらりとかいくぐるのが常だった。い,いけね旧敵まだお預けをってやがら神田大地の忍びから帰ってくると彦兵衛はこう言って舌を出した。 鼻の頭を下からこすって漢字は我が子とのようにやきもきしていたお通夜の身元については二つの論があった「ありゃお前番長の猿旗本の一のお出かけさんだったが殿の乱行を苦に病んでああもおいたわしく気が触れなすった」などとまあ、ことしやかに言い立てるものもあれば 何さあ札の辻あたりのバコ屋の看板娘が男にだまされたあげ句の果てでゲス世の娘にはいい見せしめでゲスなんかとしゃに片づけておさまり返る知ったかぶりもあったがそんな詮議は二の次としても何からどうして大宮へこんな因縁をつけるようになったのかこれも狂気の気まぐれと断じてしまえばそれまでだが。 まこと大宮には、後ろめたい筋合いは一つもないのだから、京女の忘年というのほかはないものの、それにしても、こうしつこく立たれては、仏の顔も三度まで、第一、客足にも触ろうというもの。えび床の腰高へ、隠居が、えびの跳ねている図を書いてから、合点長屋と大宮とは、 い陣八を通して相当実婚の中そこで大宮から使いが立って藤吉親分へことを分けての願掛けとなった次第頼まれなくてもここは一つ釘抜きの出幕だ親分早速「用ガスおまちに睨んどきやしょう」と大きくうなついてお通夜をはじめ隠語家主の身辺にはそれから人志を 黒い影がつきまとうこととなったのである愛も変わらず大宮の前でお通夜は歌う歌いながら行く人の袖を引く袖を引いてはこのごろではこんなことを言う「あたきには立派な後ろ盾がありますからこの大宮を今に根こそぎもらい返してくれますとさ」。 ママ大きな目でご覧じろ。「この後ろ盾が王や久兵衛であることは誰からともなく一時にパッと広がった。広い世間を狭く渡る身の上とはいえ久兵衛の迷惑言わずもがなである。が乗りかけた船後へは引かれない。久兵衛その代わり。 前へ進んで一気に思いを遂げようとしたお茶漬けを食べてひらりひらりと矛先を交わしお通夜はなおも大宮一軒を頼み込んで帰るもとより証文も何もない夢のような話色に絡んでおだててみたものの自業自得の久兵衛とんだお荷物を背負い込んだ具合で今さら引っ込みもつかずただこの上は シャニムに言うことを聞かせようと胸をさすってこよいを待っていた今日というこの13日待てば回路ののんとやらでこれはまたどえらい儲け口が棚からぼたちに転げ込んできたこぼれ家宝昼のうちそれとなく隠語御手に張り込んでいた勘弁漢字は何を聞いたか何を見たかいつになく 慌てふためいて合点長屋へ駆け戻ったが、それに何かのよりところでもあったかして、この夜の彦兵衛の仕事にはぐっと念が入り、あの通り、大宮から神田の大地、そこから小学橋の向こうへまでお通夜をつけて、引き続き、陶吉を先頭に、覚も暗黒を蹴っての釘抜き部屋の創作道となったのだった。 町らしい籠が一丁青物町を指して急ぐ友の持つブラ提灯その明かりが小さくぼやけてゆくのはさてはさぎりが降りたと見える左手にそびえる大屋根を望んで藤吉は肩越しに囁いた三つどもえの金河原九流様だ野郎どもちけいぞ。 従う二つの黒帽子二つの頭が同時にぴょこりと前へ動いた、3. 水のような月の表に雲がかかって根の濃の闇は墨よりも濃い鎧道を下ろしてひっそりで静まった大宮の前そこまで来て三つの人影が三つに散った犬のうなり 低く叱る漢字の声、続いて石を放浪と、あとはまた小鳥ともしない八百屋町の無隠のいびきが耳に痛いほどの静けさであったこの時軒下伝いに来かかった一人の男忍びやかによって大宮の戸をたたいた一つ二つまた三つ四つ 何の返事もない。時刻が時刻、これは返事がないはずだ。男は苛立つ。戸を打つ音が大きくなる。大宮さん、ええー、もし、大宮さんへ。あたり構わず板戸を揺すぶったのが、この時初めて聞いたと見えて。誰だい、なんだい今頃。 中から、不服らしい小僧の寝ぼけ声。わしだ、約束だ、開けてくれ。約束約束なんかあるわけはないよ。戸を隔てての押し問答。お前ちゃわからない。ご主人と約束があるんだ。待ってなさるだろう。奥へそう言って、ここ開けてくれ。ダメだよ。 世間様が物騒だから立てたが最後大戸だけは価値があっても開けちゃいけないって今夜も寝る前に大番頭さんに言われたんだなんて言ったって開けるこっちゃないよおかえり朝おいでへんおとといおいでだ誰だ言ったよお前さんは誰でもいいご主人が大番頭に会えあかるこったお前は小僧だろう ただ取り継ぎゃいいんだ。りぎいんバカにしてやがるお前は小僧だろってやがらへえへえの変だ誰が取り次ぐもんか小僧しきりに家の中で威張っていると「なんだ想像しなんだ?んだ」と番頭でも起きてきた様子「はっお番頭さんだ」と小僧はたちまちへこんでだって いとも、あやしの野郎が襲ってきて、ここを開けろ、開けなきゃどんどん。やかましい。あやしの野郎とは何です。お前は、あっちへ引っ込んでなさい。はいはい。ええ。どなた様かまた何のご用か存じませんが、この通り夜更けでございますから、明朝改めておいでを願いたいんで。ええあんたは、法番堂の源七さん 戸外の男の男息はあえぐへえさようでしてあなた様はいや今日はわざわざお越しくだされて恐れ入りましたわいで早速ながらかの一見もの,のこっですがの今晩先方へこれこれこうと話をつけましたがあんたの前だがああわしもえらく骨を折らされましたてがまあとどのつまり お申しし入れの一冊を書かせましてな。はい、これこの通りお役言の根、ね、にもって参じましたからまちょっとこのとお分けなすって。なんでございますか手前どもには一向お話が分かりませんですが。ええ、何のことやら開幕へえげげんしちどん 白パクれちゃいけませんよ。年寄りは間にする。冗談は抜きだ。ええ。念のために申し上げますが、こちらは、小役の大宮でございますさ。さ、その大宮さんから、今日のお昼下がりに、大番頭の玄七さんが見えて。玄七といえば手前でございますが、大人に塔から着任があって、今日は手前、朝から一歩。 も奥外へは踏み出しませんがえそれではあの何かのお考え違いではございませんかはあと叫んで男が示談だ,だ踏んだその刹なほど近い闇の奥から太い声がした「源殿あげてやんな」だ誰だ どのとうちと外から番頭と男の声が重なる。八丁堀だと出てきた藤吉。釘抜きだよ、現在。お前が面出さずば収まりはつくめ俺がいるんだ。安心打って入れてやれってことよ。この言葉が終わらないうちに、男は何を持ったか屋庭に逃げ出した。 ここんなこともあろうかと待ち伏せしていた勘弁感じ、退路を取って抱きすくめいやおうなしに引き戻せば男はじたばた暴れながら「わしはただ頼まれただけ両方に泣きつかれて板挟みになったばかり苦しいでこれさ何をする」「勝手名古屋の親分さんで?と」と中からは源七が遠引き引き。 どうもこの説はご浪人衆のお働きがいっちきつおはすから戸を開ける一秒時に「これ町人身どもは尊能の志を立てて資金調達に不審いたすものじゃが」なんてことになっちゃ実ちつもっておたまりこぼしもありませんのでつい失礼さ開きましたさまあどうぞこれ。早速の起点で小僧がつけて出す裸ろうそく。 その光をまともに食って、漢字に抑えられた隠語家主の王や久兵衛、目をパチクリさせてがなり出した。違う違うこの原質とは、原質が違う何がなんだか手前にはわかりませんが、私は確かに大宮の原質。と言いかける番頭を手で黙らした藤吉は。 一歩進んでをねめつけおおさ違わなくてかおめえさんどこへ出向いた源七は寸の伸びたそっぽに切れ長の細えめ大柄で色ぬくろいそれだそれだ幹事と彦兵衛が後ろから合わせる藤吉はにっこり笑ってまあさええやなそれよりゃ久兵衛さんその 正門ってのを出しなせ。でも、これと引き換えに七百両。いやいやい、まだ目が覚めねえが。さ、出せと言ったらきれいに出すな。出し渋るところをひったくった藤吉。明かりに透かして眺めれば、これは見事なお家流の女文字。えっと。 と唐吉は読み上げた。一冊入れ申し候楼証文のこと、私に御当家様とは何の縁引きもこれなく、自言、門立子唄、そのほかご迷惑と相なるべき一切のこと、固くご遠慮申し上げ候、もし早くにおいては、 ご公儀へ出所なされそうろうも、夢夢、お恨みもすまじく、後日のため覚え書きのことよってくだんのごとし、大宮様、つやっとある。ふーん。九兵衛は死人のよう。思わず差し出す玄室の手のひらへ、藤吉は証文を押しつけて。詮索無用。 九兵衛さんは、これを届けに来なすったんだ。のう、玄さん。お前の方じゃ文句はあるめ。隠居へよろしく。締まりを忘れめえぞ。言い捨てて、矢のように走り出した。九兵衛を引き立てて、幹事彦兵衛がそれに続く。小僧と玄七、ぼんやり後を見送っていた。その日の正午過ぎ。 大宮の大番頭源七と名乗る男が隠語御殿を訪れて「京を通夜へ七百両やるから縁切り状を引き換えに取ってくれ」と主人の言葉として伝えたことは漢字の駆け込みによっていち早く分かっていたがこれでにわかに色から欲へくら替えした久兵衛は急遽自分で佳作を肩に五百両の現金を生み出し 夕方立ち寄ったお通夜にその金を握らせて無理に「一冊入れ申しそうろう証文のことを書かせここで二百両跳ねようと約束通り世間を忍んで根のこくに証門を渡して七百両を受け取るべく喜び悼んで大宮へ来てみるとこの有様猫場はどころか元も子もない」。 これからその敵討ち。松村町を飛びながら、東吉がうめいた。久兵衛さん、お前は心がけが良くねえから、この暮れのいたごとはけえって着付けかもしれねえが、口とら、その偽言に、ちょっと心当たりがあろうというもの。親分、ここだ。彦兵衛が立ち止まった。 三十軒堀へ出ようとする紀ノ国橋のたもとなるほど寝ぼけ稲荷の裏にあたって見る影もない三軒長屋橋の流し元から壊れあん,どんの明かりがちらちらと御用の声が間もなく近隣の馬を破ったやがて月光の下に引き出された男女二人男は浪人者の居合抜き 遠見の嘉十郎、額へ受けたじっの傷から血が滴って、これが久兵衛に付き合わされたとき、さすがの隠語親父、震え上がって、現七に化けた男に、そういござりませぬと証言した。女は嘉十郎妻・おたかというよりは、お茶漬け温度で宣告なじみの京女・おつや。 足ごしごらえも厳重に今や二人は高飛びの間際であった五百両はそっくりそのまま久兵衛の手に帰った「お茶漬けさらさらか?」手てもうまくたくらんだもんさのぉ番屋へあげてから藤吉はこう言ってお通夜や,いやおかの顔をのぞき込んだ。 <laughs> まあ親分さんの人の悪いお孝は笑った嘉十郎は苦い顔して黙りこくっていたさても長い芝居ではあった見込まれた大宮と隠語久兵衛の弱り目はさることながら狂気の真似をし通したお孝の根気 役者も下座も粒の揃った鼓狂言。十両からは傘の台が飛ぶと言われたその当時、九ヶ月余りに五百両は、もしどんじりまでこぎつけえたら、痩せ浪人の書き下ろし、何はさておき、近頃見物の大舞台であった。月は落ちて明けの七つ。伊達若狭の森の控え屋敷について、 帰りを急ぐ親分子分、早い一番鳥の声が、軽古菓子の朝焼けに吸われていった。突然、弔い彦が、枯れ声上げて歌い出した。女だてらにお茶漬け一遍、浮世さらさら流そうとしたが、おけつが割れては茶漬けどころじゃないわいんな。先へ立つ釘抜藤吉。 その顔がみにくずれた、ととてつもない漢字のドラ声が彦兵衛にわして朝の街を揺るがすばかりに響き渡ったあれよしこのなんだえお茶漬けさらさら」。